スポーツ振興の女性事業を紹介するスポーツ&スマイル。今回は二人三脚でオリンピックの夢に向かってウェイトリフティングにかける親子のお話です。やっぱりこう皆さんがですね、応援してくださる。ウェイトリフティング日本代表の合宿を訪ねました。で、2番の部分もメキシコオリンピックの銅メダリストである義行さんを父に持つ三宅博美さんは、アテネ、北京と2大会連続してオリンピックに出場している女子ウェイトリフティングの実力者です。中学3年生の時だったので、私それまでピアノをやっていたんですけれども、その時にシドニーオリンピックというのに出会いまして、とても開会式とかもとても感動して、でなんかこの女子の重量挙げを見て、この女性でもできるんだ、私にもできるんじゃないかという。ちょうど私がその高校入ってですね、初めて何でもいいからその上げてみろって持った重量がですね 42.5 キロだったんです。それをうちでその教えた時に、まあその重量はあっさりね、その場で体重が多分 43.4 キロしかなかったと思うんですね。その場でやってしまったもんだから、いやこれはすごいなと。ひろみさんは高校に入ってその才能を開花させます。競技を始めてから数年で記録にタイトルにとその実力を発揮。しかし同時に体にも大きな負担がかかりました。2004年から2009年までっていうのは私のスランプというか、全然記録が伸びない時期で、股関節を痛めてしまって、その5年間がどうしてもその痛みとはなかなか付き合えなくて、こう練習ができなくて、で記録が停滞していた時期なので本当に苦しかったんですけれども、北京終わって去年からやっと日本新記録195キロっていうのをクリアして、今年2010年の年にやっとこの全日本199キロの念願の200キロのあと1キロっていうところまで来たので、本当に私としてはこの本当5年間苦しかったんですけれども、あやっとこのロンドンオリンピックに向けて準備が戦う準備ができたかな。ちょうどロンドンまで約2年ですから、その間ね、その全てのものをね、自分でトレーニングから、それからそういう精神面からメンタル面ですね、そういったものもこうコントロールできるようになっていってほしいなと思いますけどね。10年後の夢は？との問いかけに、ひろみさんは一瞬戸惑いながら素敵な笑顔を見せてくれました。どんな夢がそこに浮かんだのでしょうか。